沢井直人は、埼玉県出身のサッカー選手。J リーグレノファー山口 FC 所属。ポジションは主にミッドフィールダー。川口市立戸塚小学校、川口市立戸塚西中学校、埼玉県立浦和東高等学校卒業。2004年から一貫して、東京ベルディの下部組織に所属し、東京ベルディ1969ジュニア東京。 ベルディジュニアユース東京ベルディユース出身。浦和東高校一年時には埼玉県選手団として第六十六回国民体育大会に出場した。二千十四年トップチームに昇格。開幕戦に途中出場。その後シーズン中盤からはスタメンに定着。落ち着いたプレート、積極的なドリブル、スルーパスが持ち味で、サイドハーフを主にチーム状況によりボランチや、 フォワードもこなす。2017年2月5日、川崎フロンターレとの練習試合前の、ウォーミングアップ中に、右足アキレス腱を断裂。6日に手術を行い、全治6ヶ月と発表された。第39節の福岡戦で復帰したが、この年は、試合には出られなかった。2018年8月20日、リーグドゥの AC アジャックシオに期限付き遺跡で加入。 第19節の RC、ランス戦で初出場し、77分に初ゴールを決めチームの勝利に貢献した。2019年5月24日、アジャクシオへの期限付き遺跡期間満了に伴い、東京ベルディへ復帰することが発表された。2020年12月18日、契約満了による対談が発表された。2020年12月30日、 デノファ山口 FC への加入が発表された。ありがとうございます。